ご視聴ありがとうございます。今回はカルーナ、エリカの管理方法や育て方、植え方、植え替えする時のポイントなどについてご紹介します。ぜひ見てください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。開花園の三國です。まあ、これからねちょっと寒くなる時期に、まあ、結構ね園芸店とか行くとカラーリーフとして結構人気のあるのがエリカという植物です。はい、皆さんねエリカって結構ね、まあ、こういうブロンズ系があったりとかライムグリーンがあったりとかピンクがあったりとか白があったりとかってするんですけど、今回このエリカ結構悩んでる方いらっしゃると思いますんで、僕なりのやり方をね、まあ、例えば寄せ植えするときにはどうしたらいいか、うん、ね、まあ、植え込むときの注意点、そういったものを皆様にお伝えしたいかなと思います。はい、はい、ということで伝えていきましょう。はい、じゃじゃん、こちらの方今売ってるエリカなんですけど、すべて、まあ、今回偶然なんですけど生産者は多分ですね、はい、じゃじゃん、当たってると思う。ほら、どこ？北海道からやってきた。そうそうそう、ほとんど寒いとこが原因で作ってます。北海道とか東北とか結構標高の高いところで実を言うとエリカ作ってます。カルーナとエリカは別ですか？はい、違う違う、カルーナってなんどっちかというとショート、エリカって言ったら結構たくさんある。で今回はねカルーナやね、うん、カルーナ結構人気あるんで ねでカルーナにもいろいろ種類ある。カルーナって勝手に言うね、よく寄せ植えに使われてるエリカやね、これをちょっと説明したいなと思います。はい、はい、でまあね、見て分かる通り北海道から来てます。北海道で作られてるベスト、まあ、皆さんが今の時期だとチェッカーベリーとかね、うんうん、とか、エリカとか、あと何あるかな、ちょっと出てこんね。あの皆さんね、例えばこういったラベルがついてきた時にそこの例えばたまに書いてあります、北海道とか生産者のところで北海道とか書いてあるんで、おい北海道かいってね。北海道ってやっぱ寒いとこやから、まあ、根本的に逆を言えば寒さに強い、寒さに強いけど暑さに弱い、暑さに弱いっていうこと ね、はい、ね。で北海道ってどういったところなの？寒い、寒くて風が強い、風が強くて強いっていうか野菜がめちゃくちゃ取れてるとこやね、うん、やっぱり野菜 ね、あの一番の、生産王国は多分北海道やと思うんですけど、やっぱこう大草原っていうか、うん、ね、うん、だからやっぱ風が好き、うん、風が好きってことはどういうこと？群れが嫌い。そうそう、うん、だんだん言えるな、群れが嫌いなの、うんうん、ここちょっと皆さんポイントで覚えておいてください。はい、でよくねこれをね、あのカルーナをね寄せ植えで使ってる方いらっしゃると思うんですけど、これね三色植えなんですけど、よく見てください。こうやって見ると上から見るとかっこいいでしょ。かっこいい、かっこいいでしょ。でもよく中見てください、ほら茶色いでしょ。なぜ茶色くなるかって言ったら、ほらここ中ね、ほらぐしょぐしょになってるでしょ、ほら、うん、ほらここ、うん、蒸れちゃうんですよ。そう、蒸れちゃうの、実言うと。でね、ほら分かる、でこう見ると分かるけど、日光とか風に当たるとこは一切茶色くならないの、うん、分かる。で風が当たらないところ、日光が当たらないところは全て茶色くなるからね。でかといって枯れてないの、ほらほらほら、ここ蒸れてるでしょ中、うん、ほら蒸れてるんやけど、日光が当たったとこは絶対に葉っぱ出てくるの。これがカルーナと覚えといて。そうね、で密集するから蒸れるんやね、ここがぐわーっと蒸れるんやね、ここが蒸れてしまうから、寄せ植えの時のポイントなんやけど、エリカは多少なり蒸れてもこう日光の当たるとこやとちゃんと葉っぱ茂ってくれるわけ、わかるかな。で蒸れてるとこがなかなかわかんない、うん、でもそれが皆さんパンと見た時に、あ大丈夫ないなと思うけど、隣になんか植えようと寄せ植えしようとすると蒸れが移っちゃうんよね、うん、隣の植物にね。だってここほら見ると蒸れてるやろ、うん、ね、なんかここに、まあ、例えば何か違うものを植えるとここ蒸れるから、うん、蒸れてもエリカは大丈夫なの、うん、でも他の植物が傷んでしまう、うん、これを今回伝えたかった、はい、でもう一つポイントね、まあ、参考になるかどうか分かんないんですけど、僕のやり方ですよ。
はい、これエリカでね、皆さん多分思ってると思うんやけど、エリカを購入しました。なんか寄せ植え作ろうと思った時にこうやってラベル取ってひっくり返してこうすると、エリカって根っこガチッとカッチンカッチンになってるんですよ、うん、これ福井弁カッチンカッチンって、うんうん、これどうしたらいいのって、これ崩したらいいのって悩んでる方めちゃくちゃいると思うんですけど、僕言いましょうか、はい、削ってください。削る？削る。削り方、これまだあんまり根回ってないんですけど、特にガチッと詰まってるものに関しては僕のやり方です。はい、はい、まず最初に絶対やったまたいいのはここですね。この下の茶色いやつ全部めんどくさいけど落としてください。ここ、これね、ここ、ここ手でこうすると取れますから、この中のこれ汚いところ、これ全部ね、ここ全部ね、で下の葉っぱだけ削ってほしいわけ。ちょっとめんどくさいよエリカは、でも綺麗やから。ここの下のここの中、ここの中ね、ここの中のここの中のこういったところ、こういうの全部こういう絵にしてあげるわけ。ここ、ここの先端だけでいいから、この一本あるでしょ、この一本の下を全部葉っぱ落とすわけ。これちょっとめんどくさいよ、こういう風に。どうせ茶色くなるから、そうすると風通しめちゃくちゃになるから、これを全部やるわけにいかんから、ね、ここの下の方を、これロダンスマムもそうなんやけど、やっぱりラベンダーもそうなんやけど、日光当たらんとこって絶対に蒸れるんやね。でその蒸れが腐っちゃうんやね、うん、だから寄せ植えするときにこのエリカは大丈夫ねんけど、風があれば、だから根詰まりしてても結構ね、根詰まりっていうと水抜けなくなるじゃないですか、ね、水抜けなくなっても枯れないっていうのはそういうことなんやね。だから結構根詰まりしてるな状態で売られてる、あれはもう仕方ないんですよ、うんうん、やっぱ時間かかるんですよ。あのこうあれして根っこがぐーっと広がってから寒くなってくると葉っぱがガッと茂ってくるのがいいかなって。根っこはもうすでに大きくなってるんですよ、うん、でも寒くならないと綺麗にね葉っぱが展開していかないでそうなるんで。でもあの北海道は早いでしょ、寒くなるんだから早く出荷ができるんですよ、うん、でこうやってね、この中ここをこういうふうにしてあげるんですよ、この黒いところ。これ時間かけてでもいいで、でもこうやってやってる時がね結構ね、こう楽しいんですよ、ね、よく見ると杉によく似てるでしょ。で杉もそれに山とか行くとさ、ねうんね、日が当たらないとこは茶色くなってるでしょ。でなかなか手でやると難しいかった場合はね、なんかこうあのピンセットとか使って、ねね、こういうふうに小切りにここのここのここの株元をきれいにしてあげる、こういうふうに取ります、はいね、でもここの中の枝とかについてる葉っぱね、これ取ってもいいんですよ本当にね。もうこみれにしてあげてください。これローダンスもそうやけど、でこういう風な状態に 上はこういう風にします。こういう風にすると思ってくる。で続いて根っこね、根っこの場合は僕のやり方ですよ、これ正しいかどうか分かんないよ。まず最初にハサミ用意してください。これ真っ白になってる場合があるんでね、で縦にねこうやって少しまあ1センチも入れない、5ミリぐらいです。これくらい切ってください。こういうふうにね、まあ適当にこういうふうにこういうふうに切ってください。こういうふうにポイントね。で続いて縦ね、縦にこれを切ってください。まあだいたい1センチから2センチ間隔、少しでね、もう少し表面だけを切るみたいな感じ。こういうふうに切ってください。よく見ておいてくださいね。僕のやり方ですよ。これは正しいとこは思いは分かんないですけど、今のところこれ知って寄せ植え作って枯れたことはないですね、はい、でこういうふうにして、ね、あまりグッと刺すとね根っこ全部切れちゃうんで、ね、表面の根っこだけ切るっていう感じですね。こういうふうに切っていってください。こういうふうに、ね、で続いてこれ根詰まりしてるからね、根詰まりガーッと真っ白のあると、で次にここを削ってください。ここをハサミ入れてください。この肩の部分をね、手で落ちちゃって根っこ取れないから。で続いてこれをめくっていきます。たら取れるから、こういうふうにこれを表面だけここ取りやすいから、ですると表面の根っこだけ切れますんで、うん、手でこういうふうにして、でも真ん中の根っこっていうのはずっとそのまま残ってますんでね、うん、うん、ね、こういうふうに、ね、表面だけの根っこを落とすって、これが一番やりやすいですね、やりやすいですね。でこう爪でこう削っていく。で次に、まあ、下から先でもいいし、こういうふうに。ですると表面だけ取れますんで、表面の根っこだけ。うん。うん。
そんなとっても大丈夫。大丈夫大丈夫。やっぱ寒いところの植物っていうのは根本的に強いでね、例えばクリスマスローズとか、あれもやっぱあの高山植物の一種なんで、ね、強いんですよ、やっぱ寒いところの植物って。多少根っこ傷んでもね大丈夫です、はい、んでこんな感じで、まあ、ポンと入れるといいかな。まあそれプラス気になる方やったら、まあ、根っこほぐしてもいいんですけど、うん、根っこめちゃくちゃ細いんでね、エリカはね、はい、でこういう風にして寄せ植えするといいかなっていう気がします。で大きくなったらどうなるかって言ったら、こんな状態ですよ、ね、こんな状態で、こんな状態になった時になるべくね、僕のやり方なんですけど、伸びてくるんですよ。で伸びてきて邪魔になるものに関してはハサミズグッと入れて奥から刈る、こういう風に。でなるべくここにね風を与える、ちょっと透かすんですよね、僕のやり方。はい、で密集してるとか、これ例えばここ密集してるでしょ、こういう風な密集してるところはちょっとハサミ入れてね、あもったいないとかと思うんでなくて、ちょっと透かしてあげるね、こういう風にね、でここに風が入るようにしてあげる。どうしても皆さんボリューム出してうわーきれい、ボワーッとなったなった綺麗かも、これは近く行った時にそう思うんであって、ある程度透かししてもね、透かしして風通しよくしても遠いとこから見るとすごく綺麗ですから、うん、でそれもやっぱ長く楽しみたい、長く蒸れないようにしたいなと思ったら、やっぱり透かし剪定っていうのは大事かな、うん、透かし剪定ってこれなんでやるかって言ったら、何でもそうなんですけど風通しなんですよ。これだけ皆さん覚えておいてください。はい、はい、じゃあ今回はね、あの10分で終わりたいなと思ってますんでね、もしよかったらいいボタン、また今後も見たいなと思ってる方はチャンネル登録をよろしくお願いしたいなと思います。それじゃあ次回はですね、まあ、今の時期すごく綺麗なメラレウカというね、まあ、低木、あの中間木、あ低木になるかな、大きくなってもまあ2メーターぐらいですね、2メーターぐらいで収まる木、樹木系でね、すごく秋になると綺麗なメラレウカの今で言うと風通しについて、それについて皆様に説明したいなと思いますので、次回をお楽しみに。以上です、ありがとうございます。